どうも、ラムチンです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。難易度がメガトン級まで出るようになりました。今日はちょっと下の方なんだけども、飛び交う敵、ここに行ってみたいと思います。ボーナスが発生するので美味しいんだよね。メガトンレベル37行ってみます。ちなみに俺は33です。では行きましょう。ここはね、破壊属性の斬撃が効くみたいなんで、それで攻めていきましょう。あ、弱点だね。だいぶ慣れてはきたけども、やっぱりね、高難易度難しい。高難易度はめちゃくちゃね、敵が強い、強すぎる、ね、本当に気を抜いたら即死するし、ここまでかっていうぐらいの強さになってますね。まあ、最初のうちはね、本当に全然属性とか関係なしにゴリ押しでいけるぐらいのやつなんだけども、後半もうクリア後からはね、すごいことになる。本当にやっぱりこのクリアしてメガトン級が出てきてからがスタートみたいなところがあるよね。うん、こういうハクスラのゲームってそういう感じだもんね。じゃあ、まあ、とにかく、レベルを上げていきましょう。おそらく最大レベルは50なんだよね、おそらく。まあ、まだ分かんないけどね。最高難易度のところがレベル50だったんで、そうじゃないかなっていうふうに思います。どうだろうね。で、ストーリーもね、まあ、見たんだけども面白いね。今までの、なんだろう、レベル5作品とはちょっと違う感じで、いや、すごく面白かった。アニメがね、まだ途中だっていうことで動画に載せることはちょっとできないんだけども、まあ、自分でね、実際にプレイして見てみてください。アニメーション本当面白かった。で、最後の方本当に難しい、むちゃくちゃ難しい。じゃあ行くぞ。違う、これだ、カイザーブラスター。これがね、かなり強い、めちゃくちゃホーミングするんで、これむちゃくちゃ使います。まあ、属性が合えばね、属性が合えばこれすごい使っていける。ここは違うな。じゃあ、で、必殺技はね、レベルを上げていけばそこそこ連発できるようになる。でも、やっぱね、ゲージが若干足りないので、ゲージ回復のスキルなんかを今ちょっと探してます。多分あるとは思うんだけどね。よっしゃ、いけ。基本ゴリ押しでこういう雑魚はね、いける。でもボスはちょっと考えないといけないやつとかもいるよ。もう普通にゴリ押ししてたら速攻やられるんで、よっしゃ。ガードブレイクはしっかりと使っていきましょう。ガードブレイク結構重要だからね。敵がガードした時にブレイクしていけばかなり隙ができるんで、攻撃のチャンス。 OK、 破壊した。いいね。もう破壊属性が決まるところはいいね。あっ、アップね、食らってるか。よし、 OK。 で、今 HP が俺結構自動的に回復するんだけども、これはスキルです。30コンボ以上与えると HP が回復するっていうスキルがあるんだけど、これは結構使える。うん、特に手数の多い武器との相性は抜群です。いくぞ。 OK、 あと1体。やっぱり強いね。よっしゃー、うわ、あと一発か。はい。ここのボスなんだっけ。あ、まだ結構先まであるぞ。ちょっとボスまで行きますね。よし、ボスまで来ました。あ、こいつか。あ、違う、
2体出てきたような気がするぞ、ここ。こいつ倒した後にさ。え、気のせい？まあいいや。とりあえず、ザコから行きましょうか。ちょっとで、ね、やりにくいかもね、これ。ちょっとやりにくいかもしんない。うわ、きつい。これきついかも。ほんとに。ちょっと待って、やられた。ここ、あの、ボスがかなり範囲攻撃してくる中で、ザコを倒していくって結構これきついぞ。いや、ちょっと待って。まずこの端っこのやつらを倒していこう。うわー、効くめちゃくちゃ減る。うわー、すげえな、ここで、撃破数10だからこれ間違いなくもう1体いるわ。よし、ちょっと待って、レーザーやめろ、むちゃくちゃ効くぞそれ。本当に。よし、 OK。 ボスとのね、1対1になれば、まあ、まだなんとかなるのよ。まだなんとかなるんで、それになんとか持ち込みましょう。ザコがもうちょっといるのか。 OK、 倒した。こいつを倒しちゃって、あとボスと1対1になる。おい、ワンパン、ワンパンかい。ひどいな、こいつはきついぞ。この後もう一体いると思うと、もう死ねない。よし、オッケー。よし。オッケー、今攻撃敵が固まってる間に。いけ。これ、後ろまで判定あるからちょっと気をつけよう。よっしゃあ。危ねえ。勝てー、むちゃくちゃ硬い。おっしゃ、終わり。うおー、で、あと1回死んでいいか。なんだ、誰が来る、誰が来る。砲台型、いや違うか。あー、まあいいか。やってみよう。きついと思うけど、まあ、まずはちょっとザコから行こう。ちょっとね、ザコ倒すのにもこいつは結構攻撃してくるからやりにくそうだな。これやりにくそうだぞ。よし、待て、あぶねえ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 、もうこれはきつい。これ相当きついぞ。とりあえずザコを速攻倒せ。よし、オッケー。一体で、砲台型がまだいるでしょ。どこだ、あ、いた。あー、砲台こっちでかいんかい。よし、きつい。いけ、なんとか押せ押せでいこう。よし、いいぞ。いけ、よし、おいし、倒した。次がこっちか。これでなんとか落とす。あぶねー、あ、いって、マジか、マジか、やられた。これどうだ、減るか、ディフュージョン。おお、結構いいダメージ。ちょっと待って、フォースを上げよう。ナイス、行くぞ。ダメージどれぐらい入る。よいしょー、怖い怖い。あー、一発ホーミングがこっち来た。やべ、よっしゃー、よしよしよし、いいダメージ。フォース入るとだいぶいい。よし、もうちょい、終わりだ。うわー、きつかった。
ギリギリ、ギリギリ勝った。はい、まあこれがね、メガトン級だね。めちゃくちゃ強い。やっぱレベルをね、適正にしていかないと、ちょっと厳しいのかもしれない。俺は5ぐらい上のところに来てるから、こんな感じだけども、適正でいけばまだマシだとは思いますけど、まあそれでも、難しいと思うよ。時間かかったな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。